今週の DBG 現環境最新人気のめ情報50選。はい、どうもスカちゃん、おちびおもちゃです。ブラックです。ということで今回の動画はですね、おもちゃが今週オンライン戦をしていく中で最新のね50試合を集計して人気だった褒めをですねランキング形式で紹介していきます。ランキング最後にですね人気なチームサイズ先日も紹介するのでぜひ最後まで見ていってください。まず同率8位ですね、これが3つあります。1つ目がですね3バックですね、4人の方が使ってましたということで見ていきましょう。まずは3133のショートカウンター型ですね。これ一見5バックかと思いきや両サイドがミッドフィルダーになってるというね、ほぼやっぱり5バックの多分認識使ってる。まあそういう感じなのもありそうだよね。はい、で2つ目こんな感じということで、まあこれはあの3バックの一応疑似三振譜みたいな感じになってますね。はい、で3人目の方がこちらということで、これは珍しいっすね。3バックで疑似三振譜なんだけど横一列といった形なんで、かなり攻撃的な形になってますね。はい、で4つ目こちらですね。まあこれも3バックなんだけどバンビサカの位置がね右ミッドフィルダーみたいな感じになってますけど、まあ認識的に言うと、まあ、4-2-2に結構形は似てんのかなって感じはしますね。で同率8位4トップになります。4トップも4名の方いましたということで、まあこれ横一列型の4トップ4-2-4ですね。前の週とかその前の週結構いたのかな。いやそう、使用率は若干落ちたかなって感じはしますね。でこの方も4-2-4ですね。形的に言うと4-2-2-2 の2オムフのところをまあなんか 2ST にしてるみたいな形の4-2-4みたいな。でまあこれは同じかな、4-2-4でさっきの1つ目に出てきた形とまあ大体似てる形になるかなと。はい、そして最後はこの4-2-4、4-2-3とかの位置の1の OMF のところがまあ ST にしてちょっと1個上げてっていう形の4-2-4。同率8位の最後ですね、これその他になってます。まあ50個の褒めの中で1個しかなかった褒めみたいな感じになってますね。まず4-2-2-2のこのポゼッションということで、これ表記は4-2-2なんですけど、あの0トップなんですよ。かなりこだわりを感じますよ。4-3-1、4-3-1にもね1人しかいなかったんですけど、今の環境やっぱり使ってる方少ないですね。4-3-1に 3CB で 1SB にしてるタイプの4-3-1ですね。そして4-1-5です。後半とかね負けてる時とかにそうだねするような褒めっぽいから、なんか初期からこれを使う人っていうのはなかなか超攻撃的だなっていう。すごいよこれ初期から。でも分かりやすいけどね、前5枚後ろ5枚も完璧に分かれてるから。はい、そして一つ4-2-1-3ということで、これねおもちゃがねあのポゼッション型で1枚ねウィングで剥がして 2CM みたいな形で紹介はしたんですけど、この方の場合はポゼッションじゃないんでショートカウンターで、まあ、結構似てるような人選になってるかなということ。意外とただ1人しかいなかったっていうの結構びっくり。続いて第5位になります。4-1-4-1ということで、まあ、このフォーメーションがやっぱり俺はねなんかもうちょい使われてたかなって印象があったんですけど、意外とこの順位ということでこの形多かったですね。でこの形はやっぱり結構似てる、みんな同じような形配置だったから、4-1-4-1この方も同じです。でも OMF の位置は下げてる人が多いね。はい、初期型だとかなり上がってんだよね。そうそうそう、でこの方も同じ、もうほぼ同じですね。人選の形はね、後ろでも守備的人気っすね。こうやって見るとベルゴミやっぱりめっちゃ見るな。はい、この方も4-1-4-1、これね4-2-3-1なんですよ。これも表記、ただあのエリクセンの部分が多分 CMF になってるから4-2-3-1なんですけども、形は4-1-4-1なんで4-1-4-1でいいんじゃないかなと思います。続いて第4位ですね、この褒めも多かったです。4-1-3-2ということで7名の方が使ってました。まあ、4-1-3-2はいろいろな形があるんでちょっと見ていければなと思うんですけれども、まずは 3OMF プラス 2CF の形ですね。で一番多いのはやっぱりこの4-1-3-2だよね。まあ、これおもちゃも一番最初のアップデート後でガチスカで紹介してるんですけど、 2CF プラス 1OMF で左と右に置くみたいな形。これ4-3-1-2とも取れるけどね。まあそうだね、この方も同じですね。4-1-3-2ってこの方の場合はサイドアタックで使ってます。この方も同じ、まずもう全く同じだねこれ4-1-3-2で。この方の場合は、まあ、最初に出てきた 3OMF ではなくて無バックの位置をね、まあ、左ミッドにしてるといった形で、まあ、ちょっと形崩してある4-1-3-2から。そしてこの方も 2CF プラス 3OMF という火力はかなり高そうだよね。はい、そしてラストがこの形ですね。まあ、この方の場合もかなり崩してはいるんだけど形は4-1-3-2になってますね。ディフェンスラインがかなり上の方についてる、ね、そうだね。これをやったからってめっちゃ変わるわけじゃないんだけどね。まあ、そうだね。続いて第3位のお褒めですね、こちら4-2-2-2ですね。まあ、4-2-2-2は先週もものすごい見たんですけど、ちょっと若干落ち着いたかなと。この 2CF のところをちょっとね段差つけて、あとはボランチの位置を段差つけて、まあ、この形結構多いっすよね。でこの方はスタンダードですね。でこの方の場合はまあさっきのね最初に出てきた方とまあ結構似てるかな。4-2-2-2は結構ね高レートで見るね。中央での中が硬いからさ、そのまあこぼれ球とかのね、うん、反応でこう取ってもうすぐシュートして入っちゃうみたいなシーンがやっぱある、ね、出てくるからね。なんかね多分1回目の攻撃じゃなくてセカンド攻撃が結構強いんで4-2-2-2は。
はい、この方の場合はね、さらに段差つけてね、4222ということで、はい、でこの方も4222ですね。一番多かったのは1枚 OMF で1枚左ミッドフィルダーっていう形、2枚こう OMF ってよりもこっちの方がやっぱりサイドも使えてっていうのがあるから、422に一番多く見受けられた形が、まあ、この 1OM プラス、まあ、サイドミッドフィルダーの形かな。でこの方の場合も、まあ、1OM プラス左ミッドフィルダーみたいな、まあ、こういう風に使ってる方が多いかな。個人的に俺も2オーブンよりはこっちのタイプの方が使いやすいかなという風には思います。1枚は貼らせると、はい、この方の場合もそうですね。 1OM プラス左ミッドフィルダーという方結構多いんですよね。422にはね、50人のうち8名の方がねやっぱ使われていたんで結構多いと思います。はい、続いて同率1位になりますね。まず1つ目が4バックの疑似3シェーブということで、423が多かったかな、4バックの疑似3シェーブで。まあ疑似3シェーブ先週に比べてかなり使われているかなというふうに思いますね。ぐんぐんここに来て使用率上がってきた。めっちゃ多いですね。これ 2C プラス 1ST 型で、続いての方がもう3枚をね完全にくっつけてる。これ9名の方使ってたんですけど、1人ね、まあ2オーメフに使ってる方もいたんですけど、まあ、これも423、まあ、これもただはほぼ2オーメフと言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この方の場合かなりこう中にギュギュッとこう締めてるって形になってる。しかもなんか面白いのがセンターバック2枚をすげえ近づけてるというね、うん、このやっぱ打たれたくない自由に動かせることによって人のやっぱり個性が見えるんでかなり面白いんですよ。この方の場合も4123ですね。まあ2オームフっていった形になってますけど、かなり低めの2オームフにはなってるかな。これロベカルとアーノルドまで上げるから、すごいねこれ火力、すごいですよ本当に。はい、この方の場合も4213ということで、まあ攻めやすいよね。で真横の形、これね、あのショータイム3人並べてるということで、すごいショータイム疑似 3CF。 しかもこのサラーとこのソンフンミンがブリッツで飛ばせるという、まあおもちゃの方でもね、あのソンフンミン100本蹴ってみたみたいな、ブリッツ動画上がってはいるんですけれども、いや怖いよ、今環境かなりブリッツ強いんでこれはありだと思いますよ普通。まあ 2C プラス 1ST の、まあ、4人差、まあ、この形もやっぱり多いですね。あの落として使うっていった疑似 3CF に1枚 OMF を補助でこう当たらせてくるみたいなのが多いんだね、うん、形的に、ね、これねでも分かるんだよね。俺も疑似 3CF 使った時にダブルであのやっぱ送るよりも1枚 OMF 置いといた方が3枚こうパス回しする時1枚こう後ろから加わってくるんで、なるほど、個人的にこっちの方があの俺もやりやすかったなっていう印象ありますね、はい、これ真横型の4人、やっぱりみんな OMF を置いてるかなといった形ですね。この方も4人、やっぱこの形も多いですね。真横で1枚 OMF といった形がかなり多いかな。そして同率1位ですね、なんと4123ですね。セパハン型と、まあ、結構言われてたんですけど、アップネ前のような米配置を自由に浮かせる前はセパハン型かなり多いですけど、セパハン型の初期配置と比べて、まあ、ディフェンスラインを下げてる形ですね。この方の場合は、はあ、やっぱみんなあの4123なんですけど、このディフェンスラインは下げてますね、はあ、この方は結構でも初期配置の4123にまあ昔似てんじゃねえかな。これ OMF もかなりグッと上げてるしね、綺麗な形ですよねやっぱ、はい、これも4123で、この1枚ねカフを置いてるっていうところもまあ結構ポイントかな。よくさえ上げる人はなかなかいないね。この方も4123、まあ、より中がギュッとして、ね、クライフとビリス、まあ、2列目なんでかなり火力出そうだな、まあ、イメージとしてはこのね間を抜けていくイメージなんだろうね、うん、この方の4123かなり崩してはあるんですけど、これも4123です。これ2シーフでウイングにしてるんですよね。で OMF がこのイサクのね下にクーニャがいてっていう形なんです。これもまあ同じ、これは限りなくなんかセパハンっぽいっすけどね。これは初期配置だろうね、初期型になるかなと思います。そして最後が4123ということで、初期型にかなり近い4123ということで、チームスタイルもまあ50個の褒めでちょっと集計してきたんで最後紹介すると、なんとショートカウンターですね。まずこれが38人の方使ってました、50人中。で今2位っていう位置づけになるのが、意外とこれがポゼッションなんですよ。なるほど、6名の方が使われてるんです。でロングカウンターが3位で4名の方使って、サイドアタックが2名、相変わらずロングボールは0で、監督で言うとやっぱりシャビアロンソ監督が29名の方が使ってるということで、もう圧倒的です。グアルディオラ監督がまあ3名の方で、テンハフとまあトゥヘル、これが2名の方と、あとも顔がなかった監督っていうのが14名なんですけど、ショートがねかなり人気ということで、なんと5バック0なんですよ。その週その週によって移り変わりあるから、めちゃくちゃ変わってますよ。先週のところだったらもうちょっと 2MF がね、うん、いっぱいいた印象あったんだけど、これあくまで最新の50試合なんで、うん、まあ、だからその最新のね情報みたいな感じで、また次の週どうなるのか気になるけど、サビオロとかフィーゴとか多かったですね、うん、まあ、ぜひ皆さんのね、はい、使ってる褒めとかも、教えてもらえればなということで、はい、なんかあったらコメント欄にね、はい、書いてもらえるとありがたいです。この内容だった参考だったよって方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していけると嬉しいです。どうしよう、さらばー。